田島国分寺は、兵庫県豊岡市日高町国分寺にある浄土宗の寺院。3号は、五国山。奈良時代に、聖武天皇の御とのりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、田島国国部総寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、古代寺院跡である田島国分寺跡と、田島国部アマデラ跡についても解説する。 豊岡市南部、遠山川の形成する国府平野に位置する。聖武天皇の御琴のりで創建された国分寺の宝塔を継いで再興された寺院である。現在の境内は創建期の国分寺跡と重複し、北方約 1km の地には国分山寺跡も立地する。また、国分寺跡付近には平安時代以後の国府の遺構と推定される女府が森遺跡も立地し、 一帯は古代の田島国における中心地であった。古代国分寺跡については昭和48年から発掘調査が実施されており、以降は平成2年に国の史跡に指定されている。数十字を数える発掘調査のうちでは、特に昭和52年の第5次調査において、全国の国分寺跡では初めてとなる木管の出土があったこと、及び、 平成二十八年の第三十四次調査においてこれも全国の国分寺跡では初めて主要柄以外で回廊が見つかったことが注目される。創建は不詳。天平十三年の国分寺建立の御事のりの頃に創建されたとみられる。俗日本記天平商法八年十二月二十日上の田島国ほか二十五国への聖武天皇一周期ご祭へのための歌記事から。 当時には完成していたと推測される。考古学的には、国分寺跡の井戸部材の伐採年が763年と判明している。神語系雲年間と推定される木館に、寺の人員配置が記されており、寺の施設、組織の一部が判明している。岸尾殿、三号家式や、ついたち倉、西倉、北倉、井所、院内、神座といった部署である。 別の木管からは、長来4人、伊豆市後、洋府後と田島国内の軍から労働力を挑発していた様子も伺える。法棄8年7月14日には、新田島国国分寺党として、党が落雷被害に遭った旨の記事が見える。上岸4年には、田島ゴン森の豊か用から、長さ1条5尺の旗18機の死入のことがあった。延長5年成立の、 演技式取税上の規定では、田島国の国分寺領として、稲に今ん束が当てられている。全国のほとんどの国分寺は、平安時代以降に衰退するが、田島国分寺の場合には、どのような変遷をたどったかつまびらかではない。公安8年の田島国王多分では、国分寺として記載が見えており、保守寺地松寺で両家は、白川中将であり、寺領は、 寺田34丁20分で、内訳は、寺陽電10丁8三300分、二十23丁1七72分であった。文書によれば、国分寺寮は、保守寺を本家として省円化しており、県務5年には、黄金条項の印前によって、保守寺両田島国分寺が、白川中条に安堵されたほか、大安4年にも白川寺中に安堵された。また、県務5年に、 国分寺のイランの停止を命じた文書も残る。官能2年には、自童の建て浅綱が南北朝の戦いで国分寺に参陣した。明徳2年には奈良の最大寺の末寺となっており、永禄3年には国分寺の土地の一部が日光院に寄進された。天正8年、橋場秀長による第二次田島征伐で、 国分寺城の大坪又四郎が撃たれたと言われるが、国分寺もまた消防したと伝える。近世前期の変遷はつまびらかでない。延京4年には取り調べにより、田島国分寺に関する言い伝えが記録された。法暦9年には、釈迦如来像が京都から田島国分寺の跡地に移されて再興が図られ、宝暦十三年には、同彩圏の肝心として国中への宅発が、 行われた。文化11年には、井上忠隆が当地を訪れ、測量日記に、国分寺跡、天寺跡に関する記録を残している。田島国分寺旧市悲壮寺跡は、原国分寺付近に位置する。地域は一丁半四方と全国では中規模。仮覧は、南から、南門、中門、近道を南北一直線に廃止、中門左右から出た回廊が、近道左右に取り付く。 また、近藤政法には党を廃する。発掘調査で判明した遺構の詳細は次の通り。主要ランとしては、以上の他行動、主労、胸像などのランの存在が推定されるが、明らかでない。井上忠隆の測量日記では、文化11年時点で、ランの礎石3個が存在する旨が記載されている。現在は、等礎石2個が、掃除後に、 南大門祖籍1個が田島国分寺境内に残るほか、原市府省の祖籍6個が周辺各地に伝生されている。その他の遺構としては、近藤の東方において回廊を有する建物が見つかっている。主要河岸以外に回廊が見つかったのは、全国の国分寺跡で初めての例となり、院の牧書名土の出土から大衆院跡と推定する説がある。 また東南隅では地域を区画する築地部へ天落ち溝の跡が見つかっている。この溝からは木管36点が出土したが、この木管湿度も全国の国分寺跡で初めての例であった。以上に加えて地域内では井戸4基が認められている。うち一つは一辺1.7メートル、深さ2.7メートルと大規模なもので、その部材の一つの伐採年は、 年輪年代法により763年と判明している。この井戸からは河原、河原家、鶴辺、鍵、木管など多数の出土品が検出されている。田島北家寺給史費と礎石二字跡は、掃除跡の北方約 1km の豊洋市、日高町水上、山本に推定されている。現在は礎石二個が残るのみで、仮覧の詳細は明らかでない。 井上忠隆の測量日記では、文化11年時点で、ガランの祖先7個が存在する旨が記載されている。現在は前日の2個が、天寺跡に残るほか、原市不詳の祖先10個が北家寺境内など、周辺各地に伝生されている。なお、豊岡市日高町山本には、田島国部天寺の光景と伝える相当州の北家寺があり、 祖先数個がその境内に伝生されている。所在地交通アクセス関連施設周辺におふが、森井石田島国分寺跡に関するカテゴリー、田島国分アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。